吉田モーモー最強戦への道、はい、よろしくお願いします。あのですよ、はいはいはい、来たるいつですか？8月来たる、まあ、予選から予選があるんですよ、はい、竹書房さん主催 の, 怪談最強戦2022が今年も開催が決まったと。なるほど、それに向けてのですね、ね、展望や抱負などを、いやそうですよ、語っていきたいなと思って。やっぱりこの辺ね、ちょっと抱負とかを聞いておかないと、うん、どう戦うんだ吉田モーモーはと。はいはいはい、はい、まあまあ、あの視聴者の方は、うん、はお前も出なよってね思われるかもしれないんですけども、あ、はいはいはい、これはね七不思議では僕が参加する。いやそうなんです、もう決まってるんです、これ決まっておりまして、でまあその8月にね、多分第一次予選みたいのがあるのかな、はい、準優勝っすよね、はい、いやでもやっぱりこう僕はエントリーがそう、しまして、落ちて、いや落ちるか、ここで落ちる、ライン予選で落ちてほしい、やだよ絶対に、人知れず落ちてほしい。で、あのそしたらこの動画非公開にしようか動画っていうかこの流したやつ絶対かっこ悪いからどう戦うかとか言って、まずそこが ねこっからだって今からすげえかっこいいことをね言いますよ、ベラベラ喋るわけでしょ、土俵にやっぱまず上がれないが一番面白いんですけど、面白いですけどね。そうですね、だから、うん、去年ね、はいはい、準優勝したわけじゃないですか。そうですね、ということはですよ、うん、チャンピオンではないけども、うん、やっぱあなたの首を狙うものを叩いてるわけなんですよ。これはだが強敵がねいるじゃないですか、まだたくさんいますよ。だから僕聞きたいこといっぱいありまして、はい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 、まずですよ、うん、抱負からちょっと聞いておこうかなと思うんですけど。いやまあそれはね、やっぱり去年が初ね、初めてイベントその最強戦出していただいて準決勝だったんで、うん、まあ、次はもちろん狙うわ、もうあの2回戦とか、うん、いや地味、いやな負け方雑魚の負け方、そうなあ、やそのやっぱフロックかみたいな、いや本当にが嫌なので。嫌でしょ。だから本当最低でもですよ、うん、最低でも決勝戦の舞台に俺は行きたい。なるほど、うん、であれ1対1だから最後はタイマーやからね。そうだからそこでの結果はもうちょっとわからない。もうそこでは本当自分が今年ベストだと思うものをやりますので、うん、だからまあ決勝に誰が上がって、これ言うじゃないですかみんなよく、決勝に誰が上がってくるかじゃないと、うん、もう自分がそこで自分の一番好きなものをやるだけだみたいなのが一番かっこいいじゃないですか。かっこいいですね。だからちょっとかっこいいこと言ってますけど、強い人は上がってきてほしくないですね。でも強い人しか上がってこないんで決勝はね、決勝なんて。でも今回なんですけど、はいはい、僕聞いてる限り、うん、強そうな人たちエントリーしますよ。やっぱり誰がエントリーするんだろうなみたいなのはね、ちょっとあの気にはなっていますけれども。でついさっき、はいはい、審査員の方が発表されましたよ ね、 そうですね、審査員発表がありましたよね、はい、4名でしたっけ。4名の方いらっしゃいますね、うん、実は怪談クラブのプロデューサーさんですね、はいはい、うん、あと、これ読めないんですよね、怪談怪奇奇襲者でいいんじゃないの、これ違ったら恥ずかしいのプロデューサーの小林さん、はいはいはい、で新花のねシアナさん、怪談社のでチャンネル恐怖のね、はい、プロデューサーの高橋さんですね、はい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 、はい、4名なんでね。なるほど、怪談番組をいずれもプロデュースして、いらっしゃる審査員の方が。だから去年もだからそこでね、いろいろ見ていただいて、いろんな番組出していただくきっかけにはすごくなったので、うん、でやっぱりこういう人たち目超えてますからね、ねえ、ずっと怪談とかに慣れ親しんできた人ですから、やっぱこうなんだろう、どういう怖さが好きとかも個人差はありますからね、審査員ね、うん、で個人的に僕はいいなと思うんですよ、うん、怪談番組を演出プロデュースしていただいてる方なので、はい、うん、変な意味でね、うん、ひいきないんですよ。ああそうね、うん、うん、だから平たい目で、うん、P の目で見るじゃないですか、うん、そうね、うん、だからその日の出来、はい、自分の好みもあるけども、うん、その日の出来、うん、そういうので多分審査してくれるメンバーだと思うので、
まあ、YouTube なんかでやっぱライブですからね、その日のね、どういう感じのものを持っていけるかっていうか、どう喋るか、話があったとしても、うん、それがうまくその時に自分語れるかどうか、劇的に調子悪い日あるやん。あるね。で客前の時ってそうで俺ね、あでもまあある程度何回かやったからだけど、うん、去年ってね無観客だったんですよ最強戦って、うん、今回は客入れやだと思うから、うん、そこってやっぱ影響されるじゃん。されますよ。怖かったであろうって部分ってうわーみたくお客さん言うじゃんって思うでしょ。言わないよ。言わないのかな。会で言わない。言わない言わないんだ。言わない。みんな真剣やから見てるわけ。いや今手の動きなんか触ってたけど。いやこれパソコンで。ああ。コメントを打ち込もうとしてる。いや配信組かよ。配信の見てると再現しちゃったんだけど。あのね、うん、いろんなところでこうやっぱ戦いの場は経験したものからすると、はいはいはい、反応はね、うん、無視でいいっす。ああ別にもうそれに左右されることなくてね、無観客でやってると思った方がいいっすね、うん、あなたの場合。ああ前後で変に客いじりとか、うん、ああそれはしないでしょ。その空気感のこととか言わないでしょ、うん、あじゃあもう関係ないです、うん、もう入り込んで吉田モーモーワールド展開すれば、うん、まあ2回戦2回戦か一番しょぼい負け方じゃねえか。1回戦は上がったけどなんかそこで負けるんかいみたいな勘弁してほしいですけど、はいはいはい、まあ言うてもね、うん、つわものたちはみんなそれぞれねチャンピオンになっていかれたじゃない。そうですね。だから歴代もそうそうたるメンバーで、はい、でまあありがたいことにね、うん、周りからはその僕もね、はいはい、その言っていただくこともあるし、うん、で翔平くんとか、うんうん、多分、早友とか、はいはい、でも僕もしかりなんですけど、うん、そのチャンピオンになった人たちと一緒の時代を共にしてた強者たち、うんうん、まあ、あんま出ないんですよ。翔平さんは去年は出てたんだけどね、今年はもう出ないっていうことでしょ多分、うん、なんかね LINE でやり取りしてた。なるほど。ねえ俺らって無関すよねみたいなこと言ってたんで。あまあでもねそれでもすごい人いっぱいいるから、ね、で、まあ、でそうなってくるとですよ、うん、吉田も盲的に最強戦できるならば、はいはい、うん、1回戦の段階で一緒のブロックになりたくないなっていう人、いや教えて。まず稲川淳二さん出ない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 。順次出ないんだわ。順次って言っちゃったよ。順次出ない。あ出ないの、うん、あ出ないのか。順次 LINE からこうやらないのやんないんだそこも LINE 予選も参加させられんの。でやんないのか。やんないのか。そうかそうか。でもそれだ、はい、いやでもいるよいっぱい。まあ枝豆さん出ないよなんで出るんだよいやおかしいでしょ。竹書房から本出してんだよあの人てか稲川さんだと本出してるでしょ竹書房から。出ないんですよ。出ないレジェンドは。レジェンドなし。レジェンドなしでも、うん、もう今のときめいてる、うん、西浦さん。いや出ないんだよ。出ないの。審査する側の人なんだよ多分。出ないのね。そう出ない出ないんですよ。働かないとって言ってたよ。でもいやそれは働かないとっていうのはほら入院が結構長くされてたから手っ取り早く賞金を狙いに。いやいやいや他のことでやってくださいよやってくださいよってか言ってないんだから西浦さんは。そんなことは。いやでもね、うん、西浦さん出られたらやばいよね。いやもう そんなそれはもうダメだよ。めっちゃ強いでしょ。それはもう、インディーのプロレス団体に、ね、ブルーザーブロディが出てきたみたいなものですよ。怖なんかそうメジャー団体で試合してないプロレスラーとかとさやっぱブルーザーブロディですよ。怖踏み合えないですよ。パワーが違うからそこ、ね、うん、なんか分からんけど急に早瀬が出るって言ってても怖いでしょ。あ怖い怖いよ。だってそれはだってすごい。だって階段グランプリ2連覇してるでしょあいつ五冠とかって言ってますよ。すごいもんね。だからそう考えていろんな人がいっぱいいるんだけど強いっすよみんな。うん、だからまあそれでもねそれいろいろ七不思議チャンネルとかでもコラボはしてますけれども、そうだからそれ聞きたいっすやっぱり。あライバルライバル吉田モーモーが、うん、まあ、ライバル視してる
まあ、でも会見とかもいろいろあったけど、やっぱり岩尾さんはやっぱ手強いだろうね。会期好きね。てかまあ恐れ知らず、俺去年だから恐れ知らずの毛利さんと一回戦が一緒のブロックだったんですけど、これも多分毛利さんの回で七浦で喋ってるけど、本当に手強かったというか、あ、まあなんか強いなと思ったの、はいはい、話も、はい、話し方も、はいはい、あ、うまいと思って、はいはい、あ、大丈夫かな、もしかして、はい、やべえやられたかなみたいなところがあったんで、はい、そう考えるとね、恐れ知らず全員もう怖いし、でそれこそ、まあ、宋さんとかも、ね、去年そうだね、俺一緒に出てる、ね、出てて、うん、だけど持ってるものとかもやっぱりすごいし、うん、でこれルチャですよね、ソウさんってルチャですよね、戦い方、そうだね、なんていうのかな、うん、ガタイでかいルチャですよね。あ、そうだね、ちゃんとでも飛べるみたいな、ドスカラスしっかりしてるな、うん、しっかりしてる、ドスカラスです、戦い方が。でかったかと、それでね、やっぱ1年間経ってるし、うん、でその中でいろいろ集めた話とかもね、はい、みんなある中で絶対上手くなったりとかもしてるし、あと井山さんとかも病気っちゃんね、去年ね、井山さん確か1回戦で落ちちゃったんだっけな、まあ、キスるもあるでしょう。でも話面白かったんですよ、ね、俺それ見てて ね、あ、いいのするなと思ったらっていう感じだったから、うん、相当キスるものもあるだろうなって思いますわ。だからそうなると誰がやっぱり入ってきても強い人はとの戦い免れられないと。まあまあね、でもそんな中でやっぱ恐れ知らずはやっぱり警戒する、するね、うん、だから多分例えば毛利さんとまた A ブロック、まあ、まあこの前みたいな一緒のブロックになったとしても、うんうんうん、毛利さん的にも多分絶対あるだろうし、ね、去年やられてるっていうのもあるし、絶対やったろってね、めちゃめちゃ悔しそうだったのよ、しかも毛利さんね、終わった後に、うん、カオスさんとか含めて、はいはい、ちょっと動画撮りながらインタビューみたいな、はいはいはい、俺確か G ブロックだったと思うんだけど、はい、もう、あ、すごい、こんなに、なんだろう、感情を出せる、うん、で、本当に悔しいって思いが伝わってきたのね、毛利さんからね、うんうんうん、だから、本当に階段にかけてらっしゃる方の思いみたいなの、そこですごいちゃんとはっきり見た気がして。なるほどね。うん、まあ、でも吉田桃も VS 岩尾会期好き、はい、戦うとなったら、うん、まあ、僕は友達の会期好きを応援しますけど、俺友達以上相方やちゃうかよ、俺友達以上ちゃうかよこれ審査委員長じゃなくて友達票こっちに入れてよなんで俺に入らないんだよこれやっぱね、うん、その辺の人たちはみんなやっぱ取りたいですからね、やっぱりね、称号を得たらね、でやっぱり ね皆さん持ってるじゃないですか、はい、いわゆるそのお話の中でもいろんなタイプのものっていうのを、うん、でそれはどういう何回戦でこれを出したとかさ、はいはい、いろいろ多分そのメンツ見て、メンツっていうか同じグループの人見て考えるとは思うんだよ。でやっぱそう結構俺が言われるのが、皆さん多分吉田さんをの去年準決勝行った、準決勝というか決勝で田中さんとやったの見てるから、はいはい、みんな吉田さんを倒しに来ますよ、はいはい、それはそうです。だからそうなると僕は全部に勝たなければいけないという、あ、そうですよ、いうところはすごくありますね、はいはいはい、だからそれこそ梅木とかね、あ、そうだ、梅木さんもそうだそうだ、燃やした、めちゃくちゃ言うてますよやっぱり、前回、はいはい、そうそう、前回もそうなの、2回戦がで梅木さん一緒だった、ね、俺梅木からもやっぱこういろいろ話聞いてて、あ、で俺はもう平等なんで、はいはいはい、だから言うたんですよ、うん、モーモーさんがうちの相方が仮に好きを見せるとしたら、うん、緊張してる時だと、うん、それ以外は練習して完璧にやってくるから、うん、緊張してたら勝てるから、うん、こうした方がいいんじゃないかみたいなことは言ったんですけど、はい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 、まあまあ終わった後に、うん、負けたやんかーって言ってましたけど、うん、うん、だからそれ悔しいでしょう、悔しいでしょうね、自分がやった話も分かってるし、やっぱ同じ現場ずっといたから、うんうん、その人がやった話も分かってるから、うん、梅木さんの話がすごかったのも分かってるからね、うん、だこればっかりは本当その日の時の運みたいな部分も多分にあるんで、うん、だからまあでもね、後で本当後悔しないようにしたいですね。ね、うん、そんなことを聞いてんじゃねえんですよ。あれ
そんなありきたりな、うん、頑張りますとか、うん、みんなと戦うんでとかいらないんですよ。これは何でしょう。七浦なんだから。七浦か。ライバルとかさ、こいつは嫌だとかさ、深いところを教えてちょうだいよ。本当に嫌なのはノブですね。嫌な意味が違うんですけど、嫌なのはそうなんですよね。僕ですか。嫌なの。仮に僕がこう逆ブロックから上がってきたら嫌です。嫌ですね。これは本当に人間的にも嫌だし、深いところで。ああ、なるほど。根深いところが。根深いところ深い。戦い方もね。そうだから、ね、僕はね、まあ、そうだね、やるとしたらやっぱノブは嫌だろうね、まあ、出ないからあれだけど、あとね、うん、だからさっき言った中でやっぱやりたくない人を言ってますよ僕は、うん、あ、なるほど、さっきのメンツの中で、うん、強いなっていうかやっぱり当たりたくないよ、うん、いや岩尾さんとかもだから、うん、あんまり絡みないでしょうけど、うん、若い子たちね、ちびる君とか、ああ、うん、お会いしたことがないから、強いっすよ。ああ、ね、今ちょっと休んでるけど多分ね、最強戦だったら富田君とか戻ってきそうです。ああ、まあそう、あ、そっか、ああ、そうか、まあそれこそ下松さんとかも出てくるだからね。強いよ。あ、これ面白いね、やっぱりね。みんな当たりたくねえなこれ。みんなすごいの持ってんだよ。そうよ。だから仕事してる一緒にね。そうだからわかるじゃん。めちゃくちゃ強いのあるでしょみんな。あるある、すげえある、そういうのが ね。で、もう出し切ったかなと思ったら、はい、いや実はこれまだ話してないやつとかって絶対手札持ってるじゃん。ある。え、あるの？え？ある？ある。切り札。ある。ある気はする。ある？大丈夫？え？あるって言った方がいいのかな。ここに来てね、小一郎さんがじゃないですよ、まあ、やるけど、やるんかいってダメですよ、まあ、それからテレポーティングアニマル。いや、なんでユーマやんねん。ユーマやったらどうなんのかな。いや決勝でユーマやったら、なんか分からんけど、はいはい、シャナさんだけ入れてくれそう。面白いな、何してんねん。彼は間違っているところを堂々とやってるから素敵。そうだから話は、はい、でもまだ何をしようかは決めてないですよ、まあまあ、ね、うん、で前回が結構もうその大舞台だったから、うん、かなりぶつけたんですよ。いやでしょう、お話の、いや、そうですね、それは伝わってきてますよ。そうだから、でも今年も俺も1年ね、そこからやったからね。そうです、そうです、集まったもの集まったから、ちょっとやってきてますから。ただ上がる可能性は高い。あ、緊張ね、うん、あ、なるほどね、まあまあそうね。じゃあこうしましょう。もし、はい、優勝はめちゃくちゃムズいの分かるんで、うん、決勝、はいはい、逃したら、お、キャベツ食べましょう。うわ、みんなの前、七浦で動画で、おえっていうのを我慢してキャベツ。うわ、でっかっ。え、切ってくれんの？いや、千切り。あ、千切りしてくれたら、キャベツの千切りをこう、ずんでっかい丼ぶりじゃなくて、こうお椀、お椀にキャベツの千切りが入ってんのを、ゴーゴーカレーの横についてるぐらい。そう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 。ゴーゴーカレーもある？ゴーゴーカレーない。ないの？キャベツのみ。うわ。え、頑張ろう階段じゃ。絶対食いたくねえ。それを公約ぐらいまで、あ、分かった。すると、やっぱこう、追い込まれるし、皆さんも。ここで公約しよう。お、私は、これの階段最強戦2022で、決勝に行けなかったら、ちょっとした量のキャベツを食べます。素晴らしい。これは、見物。絶対食いたくねえ。負けてー。なんで勝つよ。でも勝ったらなんかしてよ、じゃあ。いや、勝ったら、勝ってて、なんか怒ってあげますよ、本当に。何食べたら。皆さん。え、お寿司、お寿司。あ、寿司ね。じゃあ、買ったら、こう、七浦に、こう、なんか、超いい寿司、こう、買ってあげますよ。で、それをみんなの前に食べたら。企画にしよう。それじゃ勝者の寿司を食えば。今年はね、決勝が11月なんですよ。あ、なるほど。夏ではなくですね。だから結構まだ期間ありますけれども、ね、今後。あるんでね。どうなるかという、今年の、決意表明ね、させていただきましたんで。その間に、最強戦に集中してる間に、うん、僕はちょっとイベント勝手にやろうかなと思ってます。まあ、いろいろね、はい、コンビでの動きもありつつというところで、はいはいはい、今日は、吉田桃も、最強戦への道でございました。応援よろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございます。